暇つぶクエスト臨床曲フリー動画やっていきます。今目の前にいるのがモンキー、バナナはしごを落としてペットになってもやはり曲フリーに必要な曲芸のスキルポイントを得るっていうそういうモンスターです。51キロ地点からどこまでかちょっと忘れましたけどしばらくの間出てきます。なので今の段階でモンキーを倒すのに 1,2,3,4、まあ、4回ほど攻撃するわけですよ。で基本的には一撃で倒せるレベルぐらいまでは行った方がストレスなくレベルが上げれるんで、その段階になるまで51キロ地点からを狩り場にするとちょうどいいと思います。でこのゲーム、まあやってる方は当然知ってるとは思いますけど、この1キロ地点、まあ定期的に出てくるんですけど、この Wi-Fi マークみたいなところ行くと一定距離までワープできるんですね。でワープ先、転送先を選んでワープをタップ、そうすると相手が1000ゴールド、1000ギル、1000ギルダー、わかんないですけど 1000G くださいと、まあこれ支払っても当然いけますけど、広告でもいけるっていう、まあ広告の方はあまり短時間で死んでワープ、また死んでワープってやっていくと一定期間で見れる広告っていうのは決まってるみたいで、途中で見れなくなるんで、であと例えば飛行機の中でゲームやってるなんて方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういう場合は機内モードにするってことがあると思うんですけど、そうなると広告は当然見れません。まあここは素直に支払っていきますか。でそうするともう即モンキーと出くわせると、これでずっとレベル上げをしつつ、あわよくば今はしごのレベルが今見れないかな、はしごのレベルが今ちょうど隠れちゃった。とりあえずモンキー倒せば多分見れると思うんで見ますけど、まあどっちにしても51には満たない。はしごのレベルが4、ここではしごをゲットできれば51のはしごをもらえるはずなんですよね。そうすればかなり強くなるはずなんで、まあ当然レベル上げはできれば強くなる。バナナ手に入れる、もしくはモンキーが仲間に入るとなれば一気に上がります。ここは序盤の狩り場としては最も素晴らしいところだと思います。正確な名前はちょっと忘れちゃったんですけど、ロングベアだったかな、胴体が異様に長いクマのようなモンスターがいるんですよ。で確か30キロ地点あたりにいたと思います。そこでレベル上げをするのもここほどではないですがおすすめです。もちろんそちらも極芸装備のためのはしごなんですけど、例によってはしごをドロップするモンスターになるんで、そこである、程度レベル上げてからこの50キロ前後を目指すっていうのもありだと思います。ちょっとそういう状況になるレベルっていうのがどのあたりかわかんないですけど、30キロ地点あたりで一撃倒せるようにここで戦ってレベルを上げて、まあ、はしごがない場合に限ってですけど、はしごがない、もしくは今の僕がそうですけど、レベル30のはしごがない状況であれば、そこで
レベル1でストレスなく、レベル1じゃない、一撃で倒せるっていう状況で、ストレスなく戦って、強いはしごを手に入れる、レベルを上げる、同時進行するっていうのは、まあ、有効な方法じゃないかなと思います。今回は、極芸装備を整えつつ、レベル上げる、そういうポイントを紹介させてもらいました。今回はまあちょっと短い動画ですけど、まあこの辺で終わると思います。ご視聴ありがとうございました。